こんにちは、ゆうです。今日は10月31日、ハロウィン当日ということで、ハロウィン仕様にレイアウトした島を夢見登録しました。なので今回はその島の紹介をまたしたいと思います。基本的にはあまり大きな場所変更などはないのですが、少しずつ整備したエリアがあるので、ハロウィンやカボチャにちなんだエリアと一緒にご紹介していきます。動画の最後には夢番地公開しますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。以前投稿した島紹介の動画を見ていただけると、どこがどれだけ変更したかなっていうのがよくわかるかなと思うので、よかったらそちらも見てみてください。それでは今回変更した場所を地図を見ながら確認していきます。こちらがピッコリーノの地図です。そして今回ご紹介するエリア、まずはハロウィンマーケットと噴水広場を見ていきます。そして眺めの良い展望テラスと古城、博物館前も整備したのでそちらも見ていきます。西側に移動してカボチャ畑とヴィーナスの泉、そこを抜けるとメルカートと一番北側にホテルピッコリーノがあります。そして最後には魔女の館を見ていきたいと思います。それでは早速ピッコリーノ島のハロウィンシーズンツアー行ってみましょう。
最後にハロウィンシーズンツアーのメイン会場魔女の館をふさわしい衣装に着替えて見ていきたいと思います。こちらのドレスも公開をしていますので、よかったらダウンロードして一緒に魔女の館で写真を撮ってみてください。そして夢の方もこの18時台の暗い時間に時間を合わせて登録しています。この時間帯の島の様子はこんな感じになっています。街灯や電話ボックスに明かりがつき始める時間に設定したので、あまり暗くなりすぎず街の様子もギリギリわかるかなと思います。ぜひ館以外の場所もぐるっと回ってみてください。ピッコリーノ島のハロウィンシーズンツアーはいかがだったでしょうか。前回の夢見とまた雰囲気が変わっていますので、ぜひたくさんの方に遊びに来ていただけたらと思います。それではピッコリーノ島の夢番地はこちらになります。ハロウィン仕様での夢見登録は、ちょっと短めの公開を予定しています。11月の半ば頃から、冬にかけてまた雰囲気が変わったら登録し直そうかなと思っていますので、今のうちにぜひ遊びに来てください。それでは今回の動画の内容や島の様子を気に入っていただけましたら、チャンネル登録やいいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。今後の制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も拙い動画ではありましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。